今まで食べたパンの枚数覚えてますか？はい、どうもサワンです。今日はね、12月の22日に出たこちらのね、ジュニアトーナメント、はい、セレクションのガチャについてですね、何引くかっていう話なんですけど、その前にね、ちょっと選手をね全部見ていこうかなと思うんですが、で各純正にね必要になる選手かと思うんで、そういう視点でちょっと、見ていこうと思います。はい、バファローズね、野口選手なんですけど、正直ですね、純正だと今ミートパワーが、はい、コンボとして出そうなんで、走力型の野口選手はちょっと、いらないかなというところなんですけど、シリーズ1で A も出てるんでね、極みにできる選手はね、方はね、取ってもいいのかなと思いますけどね。はい、田上選手ね、ちょっとね、今ソフトバンク純正だとキレのね、特能コンボが出る3人目なのかな、多分3人目が田上選手になってるんで、ちょっとやらしいですけどね、投手コンボ、ベンチに置いて投手コンボ、キレの投手コンボ出すんだったら、純正ってこの特能コンボがね、一応プラスになっちゃうんですよね。だから出すんであれば、はい、いると思います。はい。で、だから、ガチガチのガチ勢の方は取るかもしれないですね。で、西川選手ね。これは今ね、基本的に西武の、純正では、総力コンボが出そうにありません。っていうか、パワー型しか、パワー8にしか出ねえんじゃねっていう、はい、感じになってます、正直。だから総力型コンボが出ると見てる方は、はい、取る。っていうのもあると思うんですけど、出なくないかこれで、はい、楽天藤平選手ですね。で、藤平選手もね、これやらしいんですけど、伸びのねコンボが出るんですよね。3人目かな、西口選手と、あと誰だったかな、藤平選手で3人目なんですよ、これ伸びが、これスタミナ型に、鉄板でスタミナ型にするとか全然必要ないんですけど、球威型でね、死者だけは持っとかなきゃいけないのかなっていう。で、しかも A 出てないです。はい。で、池田選手ね、これロッテはね、これミートパワーのコンボ出るか出ないかみたいな、ぐらいの、そうですね、出るかな、どうなんだろうなっていうぐらいなんで、はい、総力型は、はい、全然、必要ないですね。総力型コンボは出ないですと。で、浅間選手ですね、これ浅間選手はシリーズ2で、S が出てないんで、純正で、キーワインで継承できる方とかはね、取ってもいいのかなとは思うんですけど、総力型のコンボは出そうにないので、コンボ構成予想としてはあんまり、必要がないかなというところですね。他の選手で代用は効くかなとね、 A も出てないしね、まだね。で、木澤選手ですね、これね、9位請求同値になるんですよね。で、ヤクルト純正はなんか請求コンボ出んのかな、今後の応募 OB 次第、で、請求型のコンボも出ちゃうのかなっていう。9位請求になる、同値になる選手はね、結構多いんで、取っといて、同値して持っとくしかないのかなっていう感じしますけどね。どうですか、ヤクルト純正の皆さん。で、楠本選手ね、これ横浜は総力型コンボはもう絶対出ないですね。楠本選手はちょっと、どうなんだろう、継承できる方も数少ないとは思うんですけど、できる方ぐらいだったら取ってもいいのかなっていうところですけど、総力型いらないんで、他でも代用効くと思います。はい。で、浜地選手はね、これまた9位請求同値になるんですが、これ阪神はね、今季は9位請求同値になる選手が多いんで、請求型が出そうな気がしてますけどね。今後の OB 次第ってところもあると思うんですけど、はい。だからこれは、請求型で死者で持っとくなり、9位請求同値にして、同値には結構ね、超特急とうなるご飯でしやすい、喧嘩投法でもいいんですけど、はい、どっちにして持っとくっていう必要が、あるんじゃないかなと思いますけどね。これもどうですか、はい、阪神ですよ皆さん。中継ぎでも先発でも使えるんですけど、先発で使うことはないかな、この捨てだと。で、勝木選手は、これパワー型なんで、基本巨人パワー型クソ余ってます。だから基本必要ないでしょう。 A も出てないし、極めにして死者つけてなんてやってらないんで、さすがにこれはみんな巨人受精でもするなんじゃねと思ってますけどね。で、林選手、これはね、ミパデフォ同値ですからね。で、継承もできて、 A がシリーズ1つか去年のやつ、余ってる方もいるのかな、どうなんだろう。でも死者つけて持っとくっていうのは、普通にリーグ勢の方だったら、12球団でも別にベンチで使えるだろうっていう感じなんで、これは広島純正の方はもうまず間違いなく取らなきゃダメでしょうっていうところですね。理想は死者つけて、ベンチ入れときたい。石橋選手ね、これ、パソードーチ、デフォルトパソードーチなんですけど、パワー型がね、今多分絶妙に出るか出ないかぐらいの感じなのかな、中日純正としては。だから、1枚として持っておきたいんじゃないかなと思いますけどね。これ、通常 A は出てないんだっけ、まだ。
だまあ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 、支出つけて持っておきたいですよねっていうところなんですけど、でじゃあじゃあサゴマン純正、今ですねどれ取るのっていう話なんですけど、楽天と今ロッテと、バファローズやってるんで、でそうなんですよね、この3球団でいうとさっきも言った通り絶対に必要になってくるのは藤井良選手ですかね。まあ、他の球団純正メッセージはね、この田上選手とか、あとは、まあ、木澤選手は絶対なんだろうなって感じすると、浜地選手も絶対だろうな、で林選手も絶対だろうなって感じなんですけど、あとはまあ石橋選手か、自分が 全球団純正やってたらこれは取るんですけどね、まあ、今自分が純正やってる中では藤井良選手になってくるのかなと思っていて、まあ、スタミナのコンボは出ないので、こちら藤井選手に A も S も持ってないんで自分はね、S だけでまず極めにした上で、死者つくまで、勝負やっていきたいと、そういう風な、はい、基地企画になりますと。で、まあ、ちょっと今日はね藤井選手をガチャでまず極めにしまして、はい、勝負やっていきます、このままこの動画で1本で、はい、死者まで決めています。はい、じゃあ行ってみましょう。まずは、母体回収極め編ですね。正午までやったら絶対なくなる。これ2回目 S100% じゃねえの？え？どういうこと？ 2 回目4回目 S100% じゃないの？ S ランクが出たらって書いてあってる。ほう、出るよね。そうだね。びっくりした。2回目は確定か。10連目？ 10 連目に？ 10 連目 30%。 30%。 30%来い。30%。おお、いいね、ついてるね。 30% で引いた。よし、じゃあここから、おお、ここからは、ここから4回目はまあとりあえず50%。ここも 50% なのか。さすがにこれ自チーム確定ぐらいとか欲しいよな。これこんな、だってさ純正しかいらないガチャでさ、誰がこれねえ、さすがに自チーム確定じゃなかったら引かない気がするんだけど、どう？母体回収するだけでも厳しいのにさ。どう考えてもこれで正午までやるやつはまあごく一部だろうけどね。これリーグ勝ちでしか引かない。おお、ちょっと待って、あれ、これも 50% でいいんだよね。ちょっと待って、 100% じゃないよね。何、え、どう考えてもな、これクソ長くなるもんな、動画な。今だって選手説明も結構長かったし、絶対ない。よし、さあこれ絶対ガチャンガチャンで飛んでるよ。すげえ、3回連続 50% くぐり抜けた。すげえ、 30%50%50% くぐり抜けた。こんなことが未だかつてあったか。 50%、 うわ、くそ、まあ林選手はいてもいいけどな。うじら、うそだろ。もう、よし、どーん、ナイス、長さん。1枚ですか？よしよし、長4。さあ、長5。2枚引きしねえかな、2枚引き。2枚引きしたりしないかな？したりはしないかな？しないね。長4ね、長4。あと1枚。おお、嘘だろ、マジかよ。そう、はあ、なんでこんだけしか出てねえの？今何種類出たんだよ。なんでかぶんだよ、林と西川は。よ、まだ他にもいっぱいいるだろう。終わってください。はあ、なんだよこれよ、ほんと。さあ、ちょうだいよ、ちょうだいよ、レッツオーガナの白。ナイス、よし。さあ、これ、うわー、もう 50%。 久々なんかちょっとなんかハマってなかった結構。さあ来い、 50% チャンス、来い。藤平、ふざけ、ヤクルト純正のとこ行ってやれよ。これは絶対いりそうだから。もう B 級しないんだよね、多分木澤選手は。B 級しないからさ、どうなんだろうね、変幻自在にかと考えたら結構、きついんだろうなって感じするけどね。ヤクルトいつも変幻自在が、超変幻が出たり出なかったりするからね、ヤクルトは。なんか怪しいけどね。いるんかいらないかわかんないけど。まあ、急席、おーっと、あし、よーし、極め、やった。よし、これでちょっとね、
あ、育成してまいりますよ。はい、ちょっとじゃあこの後育成編に、あ、育成編じゃねえや、まあ、育成して次称号編に、うん、行きたいと思います。お、藤井の絵出た。はい、じゃあこれ育成して極めにしていきます。すぐ、はい、藤平選手極めにしてまいりました。はいはい、じゃあここをね、はい、ちょっと飛車つけていく。はい、鬼の追いガチャ行ってみましょうかね。はい、ここまで見たらね、370連してたんだよね。うん、まあこれ飛車つくまでに、うん、何連かかるかな。多分相当かかるぞ。3万エナジーで足るか、足らない気がしてしょうがねえんだけど。うん、ちょっと追いガチャして、はい、行ってみよう。うわっ、うわー、マジ選手。いやー、マジ選手はまあ来年もね、使えなくはない気がするんだよな。多分伸びるだろうからな。うわっ、エース止まっちまった。おお、よしよし、1回目1回目1回目だ、行くぞ。さあ、そこそこかかった。一回ひねり出すのにこの調子じゃ何回かかんだよ。もちろん5冊。極意書の方が心配。これね、極意書つきたらまた稼いでからね、取り直さなきゃいけないからきついんだよね、もう。できれば早めに決まってくんないかな、本当に。お願いします。もう極意書が。極意書が、だから極意書的に9回、10回かな、10回できるかな。うん。さあ、行こうよ。行こうよ。一回目で行っちゃってもいいんだよ、全然。星3で、お、星3、来い。まあまあ、星3ならいい。星さんならいいよ。まあまあまあ、1回目にしてはね、1回目にしたら上出来よ。おっと、よしよーし、2回目早い、2回目早い。おっと、あー、そこに対引きしてくれよ。いやー、2回やるチャンスだったな。よーし、2回目行くぞ。もういいんだよ、2回目とかでついてくれてもさ。あー、1本にまとまるじゃん、動画が。そうしたらね、ちょっと尺考えて、尺。よし、星野さん。うわ、くそー、マジかー。おい、どーん。いや、くす、もっといらんのだよ。おい、どーん。くっそー。うおお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 、唐突に来てしまった。オッケー。よーし、50%。よっしゃ、3回目だ。今んとこ星さん2連続だからな。うん。ちょっとコンプとかマジで勘弁してくれ。頼む。頼むよ。さっと来ちゃおうよ、さっと来ちゃいましょうよ。お願いします。よし、星さん、来い。うぅ、往復ビンタ食らった。技巧派精密機械、技巧派の往復ビンタ。うわー、石橋くんはまあいいんだけど、中二純正やらんのよな。うおっ、飛ばしちまった。油断して飛ばしちまった、林選手を。うわっ、来たー。よしよーし、行きましょうよ、行きましょうよ、もう行きましょうよ。さあ、お願いお願いお願いだ、お願いだ、早く早く決まってくれ。時間もない。うわ、星4だけはやめてくれよ。うわ、来た。おーし。これで、5回目か、次は。さあ、5回目よ。もうよくねえか。俺、クリスマスに、しかも仕事忙しいのよ、こんなことやってんだぜ、コナミさん。どんなクリスマスだよ、これ。頼むよ、俺にもクリスマスプレゼントくれよ。頼む。おし、星さん、来い。クリスマスに一人寂しくスマホとパソコンの向かいに向かって叫ぶ40代。悲しい動画だよ。